ロシア大統領府によると、プーチン大統領は15日、米大統領選での勝利が確認されたバイデン氏に祝意を伝えた。バイデン氏が選挙人投票で過半数を確保したことを受けた。ロシアはこれまで米大統領選の結果について公式発表があるまでコメントを控えるとしていた。大統領府は声明で交流を楽しみにしているとのプーチン大統領のメッセージを紹介。プーチン氏は次期大統領の成功を祈ると同時に世界の安全と安定に多大な責任を負うロシアと米国が多くの問題と困難の解決に貢献できると確信していると表明した。